験生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。さあ、本日もですね、300名の方にお越しいただいた時点でインスタライブスタートになります。今日はパジャマじゃないですよ、これはこれちょっとブランド忘れましたけど、なんかちょっと高いやつですけど着てなかったので、ちょっと着てみようかなと思いました。さあ、現在250名の方にお越しいただいております。300名の方にお越しいただいた時点でインスタライブスタートになります。あら、JJ にリクエストしてるのおかしいなぁ。JJ見てないのかな。あ、すごい、韓国から見てます。米のりさんですかね、どうもありがとうございます。ジャガさん失礼しますよ、後で失礼します。パジャマじゃなかったんですか。そうですよ、パジャマじゃないですよ。あれ ?JJ どうしたんだあれ、正体。あ、髪切ったっていうか、ちょっとセットしてもらいましたね。あ、まつげですか。確かにこの辺なんですけど、濃くなってますよね。確かに。効いてます。白髪はめっちゃ染めてますね。昨日染めました。あ、300名の方にお越しいただきましたので、インスタライブスタートでーす。埼玉新都心ジャガークリニック理事長、麻布十番は来月から言いましょうかね。鎌倉女子大学教授、木下裕和です。さあ、今週も土曜日22時から、インスタライブ始まりました。どうもありがとうございます。さあですね、今週も、最初はこのコーナーからスタートです。コロナ情報なんかいまいちだけど、コロナ情報さあ、5月8日からですね、5類に、変わったコロナです。新型コロナウイルスですけれども、まあ現在も実は、増えておりまして、よく最近もうヤフーニュースよく見ますね。学校で集団感染とか、クラスター発生なんてよく見ますね。今日ですね、埼玉新都心ジャガークリニックは36名かな、発熱外来で検査を行っていただいております。現在までキットで13名の方が陽性になっています。陰性の方は PCR 検査出しますので、また PCR 検査でね、数が増えるので、正確にはまあ明日わかるわけですけど、やっぱりね、30% から 40% ぐらい陽性になっております。まあ世間はですね、もう本当に5類ですね、あんまり気にしてないっぽいけども、まあ僕らは僕の個人的な考えですけど、まあ若い方ね、若い方は感染してもまあ風邪ですよね、症状は。ですからそういう方が、高齢者に移さないような努力、これが大事だと思います。高齢者の方に移さないように、高齢者に会わないとか、マスクを10日間するとか、そういう努力がこれから必要になっていくんじゃないかな。まあ、現実味を帯びてきましたね。まあ、完全第9波だと思いますし、ガーンと行く可能性もありますね。そう思って見てます。インフルエンザも未だにいますね。子供ですと RS。まあ、ヘルパンギーナはね、僕はまだ診断してないですね。ヘルパンギーナも流行っているという報道を見ますけど、喉のですね、このちっちゃな点々の子供まだ見たことないですね。お子さん半分ぐらいは発熱外来お子さんいらっしゃるんですけど、今日も多分18名ぐらいはいらっしゃってると思いますけど、必ず喉をチェックしてますが、ヘルパンギーナのようなこう、点々点っていう感じのところはないですね、今のところね。はい、ちょっと待ってください。ちょっと暑いので、エアコンつけます。まあ、あとですね、コロナか、その他のものか、何かこう、わかるのかってよく言われるんですけど、全くわかりません。症状同じですね。ですので、全くわからないので、もう、調べてみるしかないんですよね。はい、それじゃあですね、PP4097 さん、常連の方です。バッチ購入ありがとうございます。
せーの、いいね。さあ、もう一回 JJ にリクエストしてみましょう。JJ 参加してくれよ、ほんまに。さあ、それではですね、そうだな、ま、ジャガさん来たらまた、ジャガさんのプロレスのネタを言うつもりですけれども、ちょっと質問を読んでみたいと思います。ナミちゃんさんからですね、先生はなぜ外科医を選んだんですかということですね。そもそもは、僕は、こう、基礎の研究者っていうんですかね。それを考えてたんですね。大学6年生の時かな。で、その当時ですね、おじさんが新大久保の駅前で開業してまして、おじさんのとこよく遊びに行ってたんですよ。もう今はもう、こうなんていうんですかね、コリアンタウンみたいになってますけど、当時はそんなことなくって、下町でしたね、完全に下町。駅前にも、マクドナルドがあるんですけど、そこの路地を入ったところに、おじさんのクリニック医院はありました。おじさんはまあ、もともと外科医なんですけど、そこで肛門科として開業してましたね。肛門科として開業してました。でですね、おじさんにまあ、いろいろ相談なんかしてたんですけど、まあ、基礎医学もね、まあ確かにね、面白いけど、まず家族は困るよと。困るよっていうのは、まあ、生活するの大変ですよと。まあ自分は楽しいかもしれないけど、家族に迷惑をかける場合があると言われてましたね。それから、まあ、臨床もやらないと、その基礎研究に、こう臨床に役立つ基礎研究がわからないだろうと。まあ確かにそう言われたらそうなんですよね。で、じゃあどうしたらいいですかって言ったら、両方やってるとこ行ったらどうだと。この、臨床もちゃんとやる、研究も同時にやる。そういうところあるから、そういうところに入って、鍛えてもらったらどうだということで、おじさんからですね、勧められたのが、東京大学の第一外科。日本の外科はここからできたというせい。突然こう、なんていうんですかね、日本の頂点みたいなとこに行くわけですよ。まあ自分もびっくりしましてですね、そんなとこ入ってやっていけんのかなと。まあそもそも入れるのかなと思いましたね。ちょっと無理なんじゃないかなと思ったんですけど、もう何にも知らないで、応募して、まあ試験を受けたんですね。でも本当よく受かったなと思うんですけど、で、入ってみればですね、もう先輩はもう全員東大卒ですよ。東大病院って言っても、全員東大っていうところはあんまりないんですよ。例えばまあ、内科にしても、小児科にしてもね、婦人科にしても、他の大学から、出身者もいっぱいいるんですよね。でも東大第一外科は、東大しかいなかったですね。すごかったですね、当時ね。そんなところにですね、僕がポンと行って、まあ、最初辛かったですね。本当に辛かったです。なんて言えばいいんですかね。あまりにもこう、実力が違いすぎて、まあ、だいぶご迷惑もかけたと思うんですけど、まあ、ひたすら頑張って勉強してついていこうという、そういう意識だけはありました。だけど、もう、しょっちゅう怒られるんですけど、もう怒られて落ち込む暇がないんですよ。もう忙しすぎて、次から次へといろんなことしなきゃいけないから、怒られても、その時はちょっとガーンってきますけど、もうそんなこと忘れて仕事しないと、終わらないんですね、仕事が。もうそのぐらい仕事がもう山積み。そういうところで、まあ、10年間ぐらい、世の中のことは何にもわかりませんでした。テレビも見ないし、ニュースも見ないし、全くわからずにやってたのは、臨床と、それから論文を読んで研究するですね。それから研究のお手伝いとか、まあ、そんなことやって、大学院に入って過ごしてましたね。JJ 裏切りやがったな、あいつ。それではですね、ちょっと今こういうご質問があったので、麻布のクリニック、内覧予約しなくてもいけますかというご質問いただきました。麻布十番のジャガークリニック、7月1日から会員なんですが、先駆けまして、その1週間前、6月24日土曜日ですね、内覧会というのを開催させていただきます。時間は10時から14時の、15時ですかね、の予定です。予約はありませんので、まあ、フラッと遊びに来ていただければと思います。まあ、内覧会といっても、このクリニックはこんな感じですよっていうのを、まあ、ご説明する程度なんですけども、中を見ていただいて、まあ、お土産を持って帰っていただくと。こういう会になっております。予約は不要ですので、直接現地にお越しいただければと思います。スタッフがまず、まあ、アンケートとかね、こう書いていただくと思うんですけど、そういうお手伝いをさせていただきます、ということです。さあ、行きましょう。あ、安観
光さんが、ジャガーさんの面接官はどうでしたかと。そうなんですよね。この間、新スタッフの第1回の面接あったんですよ。スタッフの、まあ、なんていうのかな、就職面接っていうんですかね。僕とジャガーさんと、あとは、クリニックの市長、それから事務長が、まあ、それぞれ担当したわけですけど、まあ、ジャガーさんね、そういう時もやっぱり、ちゃんとね、こう、人物を見るというか、僕が真ん中、ジャガーさんを右に座ってたんですね。で、ちらっとジャガーさんを見たら、ものすごい怖い眼光で、その、志願者の人を見てましたね。あの眼光で目が合っちゃったらもう答えられなくなっちゃうね。すごかったですね。さあ、アロン・プレスリーさん。先生のパジャマはピンクドラゴンですか？これパジャマじゃありませんから。すいません、これシャツですか？どなたか知りませんか？これ。このブランド。結構高かったですよ、これ。3万ぐらいしたかな？言うな。何ですか？値段を言うのって嫌らしいから。なんで？そういうやつ、そういう昔の人。なんで？これいくらだとか、ね、聞いてていいかな。あ、そうですか？はい。やめなさい。そんなに横から言うんだったら出てくれる？今忙しいんだよ。そしたら言わないで、もう集中して、そっちに集中してください。いいじゃん。ワンスに聞かせる。さあ、麻布十番も無休ですか？たくままさんね。無休でございます。365日、診療スタイルを続ける予定でございます。これね、スタッフも結構大変なんですよ。スタッフの募集、それから医師の募集、なんていうんですかね、夜やりますんでね。でもね、今、東京は割とそういうクリニック増えてきましたので、まあ、ご協力、ご賛同いただける方、ぜひ、応募してください。よろしくお願いします。さあ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 、ちょっとこれ質問読んでいきましょうかね。さあ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 。膝の調子は良くなりましたか？これ、たくままさんですね、同じ。あんまり良くならないですね。まだ正座とかはできないですね。やっぱりちょっとした角度でめちゃくちゃ痛いです。さあ、ですね。あ、そうか、なぜ外科医を選んだんですかは、まあ言いましたね。ユーミンさん、友達の子供が通学する加須市内の高校で、コロナ集団感染で学校閉鎖になってます。実はそうなんですよ。学年閉鎖とか、学級閉鎖とかもたくさんあります。コロナもインフルエンザも両方あります。意外に世間はね、あんまり報道されないから知らないと思いますけど、ご存知ないかもしれませんけど、結構ありますよ。正直なところ。例えば、運動会とか、こう集団の行事ってあるじゃないですか。あれでブワーッと映っちゃうみたいなんですよね。で、加えて今、はしかですよ。これはね、僕正直恐ろしい。コロナよりも僕はしかの方がちょっと怖いと思ってます。はしか、は今50代以上の方はハシカの予防接種はしておりません。してないんですけど、ほとんどの方は小さい時にすでに感染しているので免疫がある方がとっても多いです。実際ですね、このハシカの抗体調べに来られる方結構多いんですけど、50代以上の人はもうほぼ全員ありますね。なかった人今までいないですね。で、33歳までは2回打ってるはずなんですよ。1回接種の人はちょっと危ないですから、33歳から50歳ぐらいまでの方がちょっと危ないんですよね。さあ、安観光さんから、ジャガーさんお芝居の稽古と先生のインスタで書かれていましたが、いつ初日ですかと。まあ、これ後ほどジャガーさんから詳しく説明があると思います。さあ、16K07 さん、子供も私も風邪ひいて、すごく長引いて治りません。あ、そうですか。1週間以上引いてらっしゃるんですかね。結構咳はね、2週間ぐらい残ったりする人もいるんですよね。はしかはですね、はしかの人の近くに行くと、ほぼ 100% 移ります。空気感染もします。ですからね、はしかもしかしてこう、ドーンと来たら、ちょっと困りますね。はしかやっぱり死ぬ人もいますしね、後遺症もちょっと重症ですし、何よりね、この感染力半端ないというのは僕ちょっと怖いんですよね。ちょっと注意していくしかないんですけど、もし万が一ですよ、こうコンサート会場とかで、はしかの人がいて、その狭い空間にね、みんなでこうわーわーやってたら、みんな映りますよ、これは。いや、ほんとご注意いただきたいなと思います。さあ、みかみかさんですね。そこらの町の病院の先生とは違うな。どう違いますか？本当に大したことしてないんです。してないんですけど、僕の考えは、今までは、
患者さんが医療機関のスタイルに合わせるっていうのがまあ当たり前だったと思うんですね。でも今の時代、これからは患者さんの需要に医療機関側がその需要をね、キャッチして、患者さん側が、医療機関側が患者さんに合わせるスタイルに僕はなっていくと思ってるんです。なのでもう先駆けてね、それをやっていこうというのが僕の考えであり、当院のスタッフはもう全員そう思ってやってくれてます。さあ、北海道じゃなければ行きたいです。あ、北海道お住まいなんですかね。まあまあ、東京にいらした時に寄っていただければと思います。ジャガさんもすごいですね。MMTY さんですね。東大時代の先生と今もお付き合いありますか？ある人もいます。仲のいい後輩の先生もいますね。一番仲のいい後輩の先生は今もう私立大学の教授ですね。すごいね。出世早いですよ、彼は。もう40代前半で教授になってましたね。すごいなと思いました。当時から頭もいいし、性格もいいしね。彼はすごいなと思いましたね。やっぱり早く教授になりますね、そういう人はね。さあ、みほ M さんですね。娘が南麻布に住んでいるので、お世話になるかもしれません。はい。ぜひ、何かありましたらお越しいただければと思います。ですね、ちょうど麻布十番ジャガークリニックは東麻布なんですよね。住所的には東麻布になります。あとですね、一応予定では、来週中旬ぐらいから、YouTube の、広告に麻布十番ジャガークリニックが流れる予定です。一応もう1分間のね、動画を撮影して、作ってあります。これからまあ Google に提出するところなんですね。港区にお住まいの方はご覧いただけるんじゃないかと思います。さあ、チグイムママさん。うちの子供も中3で、先週東京へ修学旅行へ行ってきて、金曜日に出港したら、かなりの同級生が発熱で休んでいったみたいですと。まあそうでしょうね。ちょっとわかりますね。まあ緩んでるっていうか、マスクもつけませんしね。感染しちゃうよね。さあ、